ね、健康第一。いや、食べてる食べてるし、ちゃんと体調悪くなったりとか本当にないから大丈夫です。声枯れてない。なんかね、低くなったり高くなったりこんな感じです、ずっと。スターシップね、そう、なんか熊ね、ひどいんだよね最近。寝てるし健康なんだけど、クマがちょっとひどすぎて。でも多分治ると思うけどね、そのうち。20歳、ワシなんて、確かにまだ売ってないとこもありそう。でも売って、どうなんだろう、行ってみるね。大学生じゃないです、会社員です。おやすみなさい。なんか嫌なあった雰囲気、何それ。 TV 楽しみ楽しみ、やばい、マジでビジやばいよ。本当に弱くて鬱になりそう。目の周りの皮膚、めっちゃ薄い。目の周りの皮膚もめっちゃ薄いし、てか顔の皮膚がそもそもめっちゃ薄くて、血管とかもめっちゃ見える。そう、まだ会社っていうか、また新しいとこで会社員してる。ストレスは多くないですよ、多くないけど、多分環境の変化とかも絶対あると思う、自分の。コンビニ、そうね、まだの買いに行ってない。だ、表紙あれ、なんかあの DM で表紙教えてもらって、初めて気づいたというかね、初めて気づい、表紙あれのこと気づいて、なんか何個か候補あって、でもあれだった。なんかもう一個がね、本当はそのデジタル写真集のさ、わかる、あれのやつが表紙候補だったんだけど、本当はのあれが良かったんだけど、もう一個の方だった。でもあれもいいよね。韓国、こんにちは。大人っぽくなったかな。なってないよ、変わってないよ。そういう時事務所から連絡来ないの。な、何の連絡？表紙の画像か。表紙じゃなかった、そう、表紙の画像は知ってるけど、何個か候補があって、で、これとこれは嫌ですとか NG とか出して、これがいいですって。でも第一希望じゃなかった。岡山は初めて行ったけど楽しかった。なんか古民家みたいなとこも行ったし、海もなんか島を3つぐらい行ったのね、3日間っていうか2日間で。だけど結構移動疲れはあったけど楽しかったです。全然楽しかった。痩せた感じ、でも確かに高校生の時よりは多分だいぶ痩せたと思う。とんでもなかった、高校生の時は。太ってたし、結構もう暴飲暴食してましたから、ストレスで。おう、だから多分だいぶ痩せたと思うよ、高校生と比べたらね。困るぞ、どんな感じなんだろう。なんかね、普段ね、多分ノアって身長低いの、だから結構さ、大体他の人を見るときとか、まあ、上目遣いになっちゃうんだけど、それで多分困り顔に見えるだけで、多分普通にしてたらね、あんまり困り顔じゃないんだよね。どんな感じなんだろう、うん、難しいね、困り顔分かんない。垂れ前じゃないから、垂れ前だけど、なんか普段は垂れ前じゃないんだよね。何だった、LINE だと思う。身長はね、中1から伸びてない、一切伸びてない。通知音ばっか、怖い、ごめんね。
写真集発行って何？あ、デジタルのこと。ありがとう。髪の糸でエクステつけてます。もうここら辺まであるけどしまってる中に。ほんまでもこのくらいが好きなんですよ。カメラの位置、わかんない。上目遣いにはならんのちゃう、高くしても表情ほんと。この髪の長さに切るか、エクステで伸ば、エクステ今つけててのままにするか、どっちにしよう。今年成人式だけど成人式行かないんだよね。友達と旅行行くから成人式行かないの。上の角度ほんと笑顔ね、あんまりでも写真で笑うはないんだけど、でもそれはなんかそのなんかブランディングというかね、そういう感じでやってるから笑わないだけで、普段は結構ね笑うよ普通に。身長長くて髪ね、身長が取った。振り袖写真はね撮るつもり、友達と一緒に撮る予定だけど、うん、まだでも決まってない何も。けどとりあえずでも写真2人で撮れたらいいねっていう話をしてて友達と。その時の表情やね、そうやな。なんか普通に喋ってたらさ、こう笑顔になれるけど、あの撮影の時とかさ、なんか緊張とかは全くせえへんのやけど、あのなんだろう、なんかね、なんか肩こうはなんか硬くなっちゃう。楽しくないとかじゃないけど、なんか硬くなっちゃうよねっていう。今の髪型これ X 線なんだよ。だからもっと長い、ほらもっとあるよね、ほんまだけどしまってる。なんかまあ、あの堀北真希さんが好きだから、このぐらいじゃん堀北真希さんってなんか好きなんだよね。振袖は何色にしよう。夏やから暑くね、最近めっちゃ暑いから外出てないです。外出てない、出てるけど仕事で。でも日中やっぱ室内じゃん、会社だから、だから外出ることないです。引退考えてたんだ。引退っていうか、なんかこの芸能活動以外にやりたいことがあって、仕事でやっぱ並行するのってめっちゃ難しくて、まあずっと仕事しながら並行してきたけど、やっぱスケジュールとかカツカツ、カツカツというか、やっぱ帰って次の日仕事とかやっぱ結構しんどくてね、大阪着くのも終電になって12時とかで、そっからお風呂とか入っていろいろ次の日の準備して、また朝早く出て仕事っていうのが結構自分の中でしんどいというか負担になってる部分があって、で、まあ、芸能一本でやったらいいじゃんっていう意見もあるけど、でやっぱり安定しないじゃん。安定しないし、楽しい、もちろん楽しみはあるけどね、安定をどうしても求めてしまうから、なんかその、まあ、やりたい仕事が今もあって、なんかそっちをちょっと優先的に今後やっていきたいなっていうので、もう芸能活動は、まあ、ある程度やって終わりにしようかなっていう。もう二十歳過ぎてもだらだら続けるとか話で、うん、って考えてはいますね。そう、普通に週5で会社員してるから、結構その両立がきついから、そうそうそう、まあ芸能活動いいけどやっぱ負担も大きいやん。なんか楽しいのと引き換えに、やっぱり自分は悪いことしなくても見た目で悪口ね言われたりとか、やっぱそういうのってどんだけメンタルが強くても傷つくし、だからそこが多分ノアには合わんかったなっていうのがあって、そう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 。そうそうなのよね。休みの日はね、あの買い物したとか家にいたりとか。なんかそう、やっぱなんかその
いやきついね、きつい。まあ両立もきついし、そのまあメンタル面も結構きつい部分もあるし、でもそれはでもそのなんか言われるとかでもなく、なんだろうな、それ以上にやっぱその両立してる分のメンタル面がきつい部分とかもあったりとか、まあもう本当いろいろあって、うん、それがね、ちょっとね、難しいなっていう。自分もなんかその会社員は続けていきたくて、一回はでも本当に芸能活動にシフトチェンジしようと思ったんだけど、やっぱりそのね、なかなか踏み出せずってところがあってっていう、踏み出せなくて会社員を取るかなっていう選択。うん、方言出てる？変なお誘いって例えば、そう、そう、なんかその両立できる人やったらもちろん続けれたんやろなと思うけど、ちょっと脳はちょっときつかったっていう、うん、1年続けてみて、そうね、だからそれが本当に両立してる人もいるやん、だからそういう人本当にすごいなと思って尊敬してるし、だけどちょっとねきつかった、きついな。まあ、休みほぼないようなもんだし、まあ、設営がまあ週に1回とかね、あっても1回とか2回とか言うけど、うん、きついね、ちょっとね。うん、頑張りたい気持ちはあるけど、そう、なんか、頑張ってたけど、なんかその頑張りすぎてはなかったけど、そのなんか多分そのキャパを超えてしまって、自分の中でもうこれ以上頑張れないってなっちゃって、特に何かをやってたとかじゃないんだけど、忙しく仕事やってたとかじゃないんだけど、そのキャパがね、結構多分自分のキャパが低いっていうか狭かったから、ちょっとダメやったなっていう。まあ、メンタルのキャパもそうやし、その、あの疲労度のキャパもそうやし、結構きつかった。だしそのやっぱ仕事をさしながらやっと、で3日間とか撮影になるやんか、そうなるとさ、そのやっぱ会社を休まなかんじゃん、まあ有給を取るなり普通にお休みいただくなりしないといけなくて、やっぱり会社側にも迷惑がかかるし、やっぱどんだけ自分がこう芸能活動やってます、やってる芸能活動もやってて、あのこの仕事も頑張りたいですって言っても、やっぱりそのね、まあ、遅刻とかは絶対ないけど、あの 100% 出し切れてない感はあるやん、その仕事に。なんか頑張ってたけど、うん、難しかったな結構。いやめっちゃ考えたけど、芸能活動一般しようか、やっぱり両立して続けようか、それともやめて社会人として続けようかっていうのはもうめちゃくちゃ考えた。もう何ヶ月も何ヶ月も考えてて、でも結局この結論に至ったっていうだけで、そう、正しい会社はねやってますよ。本当に辞めたいとか、なんかグラビアが嫌とか、今の芸能活動の仕事が嫌とかじゃなくて、そのそうそうそう、なんかどっちもなんかそう、会社にも迷惑かかるしね、私まあ言ったら事務所っていうか、その芸能活動してる側にも迷惑がかかるわけやん。自分の都合合う日が本当にないから、3日間空けれる日なんて本当にめったにないし、2日間3日間空けるっていうのは結構会社員としては結構、多分働いてみんな会社員やから分かると思うけど、結構なんかそのでかいやん。まあ大きい会社だったらそうかもしれんけど、まあ、小さい会社とか、まあ、少人数でやってるグループとかやったら、結構一人が抜けると、まあ、誰かへの負担とかが大きかったりするから、それがね結構なんか自分でも気づいてて、それは
自分がこう休んでる時に誰かがこうやってくれて、あこうさ、なんか、ね、忙しいのに自分のせいでってなっちゃうから、だから会社員一歩にしようかなっていう結論です。そう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 、だから本当にグラビアが嫌いとか芸能活動が楽しくないとかやる気がないとかじゃなくて、なんか SNS 更新できないのも本当に忙しくてやる気がないとかじゃなくて、もう毎日ね、朝から夜まで仕事して帰ってきて家のことやって自分のことして寝るっていう生活を毎日ね収録とかで続けてたら、本当にもうあの更新する暇もなくて、更新したいしたいと思いつつもできずね、だからそう頑張ってたんだけど、自分なりに頑張ってたけど伝わってないかもしれないけど、そうなんか会社員を続けるかなっていう、引退はもうほぼ決定やと思うな。そうダブルワーク大変やな、ダブルワーク大変。でもダブルワークしてる人もいるやん、普通にさ世間にはいっぱいね、大変やね結構。今日は休みやからちょっとゆっくりできたからやるかなと思って、会社員 SNS マネマネージャーさん、なんか仲いいマネージャーさんはおらんくてさ、だから誰にもこういう相談したりとかできひんのよね正直。いやラストじゃないよ、なんかまだねいただいた仕事あるから、それが終わったら終わりって感じかな。そうそうそう、だからまだあのこれで終わりじゃないから、ちゃんとありますちゃんと。明日は仕事、明日は、ね、休みだから大丈夫です。筋は厳しい事務所、厳しくはないですよ、厳しくはないけど、なんか仲いい人はおらんかなってっていう正直。だから多分それもあったと思う、自分の中でなんか身近にこう頼れる仲間もおらんし、頼れる人もおらんかったし、そうだからね、うん、SNS どうしよう迷うって感じやけど、やろうかな SNS はさすがに。でも消そうかなと思っててんけど、すっきりイベントね、やりたい。ちょっと待って、いっぱい進んじゃった。夏、そうやね、夏ではないけど、さすがに早すぎるけど、夏やったら年内かな。友達になるの時間かかる。でも相手が心開いてくれたら結構素直にパッて開けるタイプかも。ごめんなさい、ちょっと LINE 返してました、ごめんなさい。SNS ちょっと考え検討します、続けようかな。でも芸能関係の人間関係大事やね、やっぱ仲間を作ることが大事やなって思う。なんかどの仕事してても仲間ってマジで大事やなっていう。会社員でもやっぱ仲間大事やし、その疲れたこととかあのね話し合える仲間とかめっちゃ大事やし、でもそれこそ芸能やってても、まあ、ノア多分19とかで東京出てないの多分ノアだけないよ。だからやっぱそのこうなんだろう、あの日常的に
仲良くできる子人がいなかった。この芸能関係で相談できる人はいないね、正直。マキちゃん、芸能では友達おらんな。撮影でかぶったり、マキちゃん友達やけど、その撮影でかぶったりしても、まあでもその日だけやから、言うて会うのは。なんか友達、成城姉妹は仲良くなくなかったよ。事務所は SNS はマネージャーさんが、あ、そうなの？自分でやってる。つーちゃん、そんなうるさい、ごめんね、なんか申し訳ないです、なんかソーリー。さあ、ドライカーさん、岐阜じゃないよ、出身は愛知です。今19です。マキちゃんとラインじゃないくて、普通に他の人だけど返してた、すいません。いや、芸能活動もうやりたくなることないと思います。と、一回やめたら絶対戻らないっていうのは決めてて、まあもう潔く行こうかなっていう。もうなんかその業界に憧れとか、こうやりたいこととかもないし、だから戻りたいことはないから、東京に行くこともめったに。待って、またもう LINE が通らんねんな。で、終わり、ごめんなさいね。人見知りするよ。それで4姉妹仲良し、仲良し、うん。ごめん、なんかポンみたいなね、なんか申し訳ないです、本当に。髪はね、このくらいですね。グッズつけてたらこのくらいです。写真は愛知です。芸能きっかけはスカウトしていただいて、そこから一番最初に来た仕事が、シュープレのお仕事でした。そこからグラビア続けてってって感じですね。ちょいちょい他のことやってとか、まあ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 っていう。自分に変な芝居ね、なんか無理して自分が壊れてしまう前に手を引くべきだなと思って。やっぱりメンタルも強いわけじゃないし、まあ人並みには強いかもしれないけど。うん、閉まってるぐらいの長さ、そう、脳も閉まってるぐらいの長さが好きやんね。ちょっと痩せたよ。そう、やりたいことない、そう、芸能に対してはなくて、他の仕事でちょっと夢があるというか、やりたい目標があるから、そっちをちょっと頑張りたいなっていう。YouTube ね、やろうと思ったんだけど、事務所のね方が、別になんか分かんないけど、ノアはよく分かんないんだけど、そのなんかミステリアスさを大事にしたいから、なんか YouTuber はみたいなことを言われちゃったから、ちょっとできなくて。そう、できなくて。なんですよね、あげたいんですけど、ほんま。やめたらできる。やめたらできるけど、人生、そうやね、人生楽しいよ今は。けどやめたら YouTube しようかな。自営業ストレス困りがおらせ、多分ね、そんなことないんだけどね。困り顔は困り顔だけど、ミステリアスじゃないけど、全然
何でもさらけ出す系なんですけど結構そうね、系の縛りでもそうね、みんなあるんちゃう。ないろんなタイプの縛りがあるやん。例えばイメージ的に髪型変えちゃいけないとか髪色変えちゃいけないとか、まあ、そういうのなんて多いじゃん。芸能やってる子なんてさ、 YouTube やるとバカっぽく見えそうやな。 YouTube バカっぽくは見えへんけど、まあジャンルによるよね。日常 YouTube 買い物一人で外で動画回すのめっちゃ恥ずいんやけど、いつでも元気やで。ちょっとライン返してました、失礼しました。雰囲気明るかった。そう、なんかいろいろ悩んでたことがすっきりしてちょっと明るくなりました。明るくなった時か、考え事がなくなってでこ顔全部バツ。ほんとラーメン最近食べてないよね。返しないよ。 YouTube やったらやまでもね、あの鬼の小食なんよね今。だからあんまり食べられへんから一食で、なんかさ食べんくなると本当にさ食欲っていうかさ、その胃袋ってめちゃくちゃ小さくなるやん。だから、めっちゃ小さくなってしまって食べなくなってから人生19年目です。シューフレ15冊ありがとう、ありがとうね。 DM なんか内容による返してる、全部は見てるけど内容によるかも。ブラックキングにさ初めて言われた、嬉しいけど似てないよ。返してる、やめたら窮地なのは使えなくなる。どうなんだろうね、使えなくてもでもノアでやるけどね。彼氏は作らないっていうか、その出会いがないというか使えてないよ。いっぱい寝た。芸能活動か、芸能活動はねやめちゃうね。健康面は大丈夫、食べてるしちゃんと寝てるし普通に生活してるよ。ね、うん。明日は仕事じゃない。休みです。ロンって暑くないよ。エアコンつけてるし。インスタからの出会い、あのインスタで出会おうって思えないし、なんかインスタグラマーの人とかさ、たまにフォローしてくる人いるじゃないですか。フォローするまで、私がフォローを返すまで、あのなんか一生ね、一日おきとかにフォローしてくる人いるんですけど、それなんかあのフォロワーがいる人ってなんかさ、あの知り合いかもみたいな感じで、ね、出てくるの、その上に。だからまあすぐ気づくんだけど、あの普通にないな、そういう人とはないな、絶対嫌やな。なんかだって自分のさ、例えばじゃあ彼氏になる人がさ、そうやってね、可愛いと思ったインフルエンサーとかめっちゃしつこくフォローしてたら嫌しちゃう。なんか DM してたら嫌やからさ、 SNS で出会うことはないな。高校生の時とかあったかもしれんけど、もうね社会人になってこうなんかない、本当にない。だからそういう人に惹かれないな、普通に。なんか普通の人がいいな、芸能やってる人とかじゃなくて、もう一般の人がいい。しつこい人 NG やね。関西弁はあの職場の人が関西弁やから自然と関西弁になりました。
大阪探したらいるよ、南にいる、南に。あの難波とか心斎橋のところとか一人で歩いてるよ、結構買い物してる。ザラ行きますよ、くザラ。ポコちゃん何それ、ライブ。ちょっと LINE 返してもいい？ちょっとごめんなさい。はい、ごめんなさい、 LINE 返してました、失礼しました。だったって、だったって、嘘、映った、そう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 。2年後医師、すごっ。所属会社員、社会人、最近資産家？そんなことないよ。彼氏ないですよ。それどうなって LINE してて、ね、なんか結構ね、レス早いような、そのレス早くした方に返すのとかもなんかね、返しちゃう。水沢商店街週休歩いて探して。ふなちゃんこの声を変えた。怒ることないけどな。なんかでも怒るときはもっとキャラ変わるけどね。めちゃくちゃ悪い。めっちゃね、そうすぐ返す。事務所ストップのない。そんなんじゃない。違うよ。4人兄弟ですよ。見かけたら全然かけていいよ。でもあのイヤホンめっちゃしてて、なんかめっちゃ愛想悪いかもしらん。もうこんなんで歩いてるからさ、愛想悪いかもしらんけど、全然話しかけてもらっていいですよ。右まぶた開けさ、どっち、こっちかな。浅い、ほんまに、なんでやろ。既読する、するよ。全然既読するしちゃうんだけど、なんかもう面倒くさい時は既読する、する。続けたくない時とかは既読するします。結構そう、相手も早い、そう、自分が早いから相手も早いんよね。マスク してない、してない。暑いやん。そう、 LINE 数回数、ちょっとごめんなさい、ほんまに。ちょっと返します。はい、ごめんなさい、本人申し訳ないです。 LINE の通知は、その台に載せてさ、ライブしてるから、そのブワーって言うのすごい。ラッドインプスは聞かないよ。なんちゃうんでしょうか、本人全然頑張れないよ、普通に。もうあのめっちゃね、一人で黙々と仕事してる。ラストじゃないですよ、先生。まだ来るかな、いつ来るかな、分からへん。今からしたからさ、10分ぐらいにさ来るんちゃう。10分後ぐらいで。最近の見ればって何、将来の目ある。大阪ある探しに行きゃね。パソコン系、うん、パソコン系なんかな。友達と遊びしない、しないし、大阪に友達いないんだよね、あまり。まあいるけど、社会人で働いてます。グラジャパ、嘘やん、ありがとう。将来の夢は叶ったら教えます。
その叶う前に口に出してしまって、それが叶わなかった時は悲しいから、なんか叶ったら、教えます。そう、わざとわざとです。めっちゃ痩せたかも。みんなに言われるけど痩せたかもしれない。パソコン使うね、ほとんど使う。ってかスマホも使わん。結構引退前にイベントはない。一人暮らしは大変じゃないよ、家賃とかは全然使え。ガリガリかな。でも今出てるシュープレよりは痩せたな、ちょっと。ちょっとってか結構痩せちゃったかもしれない。君は人気者だし、あるけれど。通知きた。信じちゃう。ナチュラルに恋して。ナチュラルに謙遜してよね。事務所と問題とかないですよ。全然ない、全然ない。全然ないけど、個人的にいいっていう、理由はね。返して。じゃあ、後で返すわ、後で。家の話、大谷さんみたいな方。え、そうなの？疲れたように見える。疲れてないよ、マジで。元気だよ、めっちゃ。でもさ、この時間でさ、めちゃくちゃテンション高くて言えちゃう。社会人やりながら芸能活動してます。カラオケの箱は、愛子さんの、なんやろ、ストローとかちゃう。ストレスは抱えてないよ、今はね。だいぶどんな恋愛してきたか、需要なくないぜ。血液型 A です。円満代謝だいたい読んじゃない。そうやね。でも脳は結構円満代謝やったな。円満代謝やったかも。今これが嘘やん。曖昧なお辞儀は逆に嫌。今彼氏いない。好きなアーティストは何だろう。おやすみ、お元気で、だってさようなら。よく聞くアーティスト、K-POP 聞きますね、いっぱい。今愛知にいない。大阪にいます。じゃあ LINE 返してよ、ほんまに。ごめんな、ほんまに。はい、ごめんなさい。ほんまにごめんなさいね。また来ちゃった。ヒップホップ聞きますよ。芸能事務所の話。円満？円満？なんかね、辞めるとか、なんか契約更新しますか系ですね。どっちかって。LINE の絵ってなんだよ、なんだよ。気になったらいい感じになってたぜ。いない。マジで幼馴染とかとしか電話とか LINE とかせえへんし。この時間に LINE 来るん、そやな、まだ19やからな。まあ、もうそやし。これ、部屋着。通知こんなに来る、来るよ、めっちゃ。LINE してるからな。返信来たの、いいですか、ちょっと一瞬ごめんなさい、ほんに。
ごめんなさい。レッスン早いねんけど、めっちゃはい、ごめんなさい、ほんまにごめんなさいね、ほんまに LINE がちょっと返さないといけなくて、ちょっと多忙なんで最近。で、キウチにしたのはなんとなくキウチにしようと思ってキウチに変えてみました。キウチの方がいいですか？偽名だったら、いや、ノアは本名だよね、ノア。だからノアですよ、やめても。で、本名やのにさ、ノア、ノアって使ったらあかんってのめっちゃ失礼やん。だから使うよ。こんなやつは事務所手放すか？え、手放すよ。手放すよっていうか、まあ、東京にいないしね、何よりも。いつから大阪いるの？1年ちょっと前ぐらいですかね。ノアちゃん彼女に似てる。嬉しくないなあ、あんまりそれ。お願い、どんなノアちゃんの好きです。ありがとう、嬉しい。目でかい、カラコン入れてます。ネイル寂しいなぁ、寂しいなぁ、寂しいなぁ、ほんまに。普段はね、結構遅めですね。3時とか、2時、3時とか、4時とか。元彼が羨ましい。ジムは行ってる、ちょいちょいね。自炊してる、嬉しく。今日ね、ありがとう。大阪ね、可愛い子結構いるよ。会いに来てって言ったら大阪に行く。もろ。会いに来て、来たいとき来たらいいんちゃう。 K-POP 好き。元から何人覚えてないです。あまりなんかその過去の人を思い出すときとかなくて。ジム行ったらお腹減る、めっちゃ減るよ。筋肉、筋肉つけさ、なんて歌って、何の嘘つけ。ちょっと待って、全然わからなくなっちゃった。 NCT はね、興味ないです。女の子のグループが好き。得意料理は、簡単なのが好きです。揚げ出し豆腐とか、あとはチキンのトマト煮とか、そういう簡単のが好きです。 A 型です。痩せました。筋トレ興味ありません。愛知と岐阜の境目、わかんない。岐阜にあんまり行ったことないっていう。今日はあの、でも今日はね、何食べたっけ、肉巻き、あのさ、山芋のなんか梅とか入ってる肉巻きと、あとあのお昼、あのマック食べました。マクドナルド久々食べて美味しかった。人
一重と二重どっちでもいいな。同日に来終わる。そう終わる。揚げ出し豆腐は凝ってるか。エクシー好き。ダニエルちゃん好き。変わってない。ハニーちゃんとダニエルちゃんがずっと好き。寝なよ。同じ質問答えてるかな。覚えてないあんまり。なんかニワトリやからすぐ忘れちゃうから覚えてないよねあんまり。自分が何答えたか。カンコレ出ないよ。出れない出れない。もうねこんなのが関西コレクションがもうね。失礼です本当に。申し訳ない。歩いてたナンパナンパされる場所にまず行かないから。しナンパされないされない。マクド食べたお昼おごってもらってマック久々にね。せっかちやけどマイペースしてなんかせやね。せっかちはせっかちやけどなんかほんまにせっかちか分からへん自分でそう思ってる。意外とせっかちじゃないかも。自由に人生選んでね、自由に人生選んでもういっぱい遊んで同じこの人なんだよ。羨ましくないでしょ別に。料理のレパートリーはなんか TikTok とかインスタとか美味しそうなご飯出てきたらそれ作ってみたりとかしてる。レパートリーか。でもね結構同じものを何回も作るタイプでハマったらもうずっと食べちゃうタイプなんで新しいことに挑戦とかしないかな。ご飯でアンメット見てない。よく捨てつけてますよ。つけてるつけてる。今日閉まってます。ちょっとみんなボブの方が好きかなと思ってしまってんねん髪最後ちゃうよ。眠たくない。じゃあ45分までやるわ。お酒をするとき結構南梅田はねたまに行きますよ。たまにサブスク配信いいよ。結局してないからな。インライツ基地やってるけどやってる。遊びたいから呼んで。そんなことないよ全然。そういう遊ぶじゃなくて友達と普通に遊びたいっていうプライベートに長い。本当ありがとう。ディズニーはね好きだけどあんまり行かないかな。夏は絶対行かない。暑いから。そしてテープじゃなくてシックスDXっていう金具のやつですね。どっちも可愛い。ありがとう。事務所の上田さん。上田さんはどうやろうな。あんまり会うことないしからな。事務所のマネージャーさんで仲いい人いないよね。あんまり会わないし話すこととか相談とかもしないから。だから仲いいかって言われたら分からへんな。どうなんやろ。なんかプレイボーイ買って買って将来海外で仕事したい。海外で仕事したいというか外資系に就きたいな。ちょっと前のショーヘア分かんない覚えてないよ。心身ともにめっちゃ健やかや健やかずっと健やか。じゃあ YouTube なな事務所の人にな何かあんまりいい反応してもらえんかってやりたいって言ってはだからあげられへんかも。ファンタジースプリングス行きましたジブリの大作行った。でもね基本ねそうやね。なんかそうね業務連絡のみだよ。他の子もそうなんじゃないかな。分かんないけど業務連絡のみです。チュープレありがとう。あしおりちゃん
たい国は、モルディブ。またまた。じゃあ仕事できそう。ほんまにやられたことやってるだけやけどね、言われたことやってるだけ。配ってほしい、シュープレ。寂しくない毎死ん時で2日に1回やな、ほぼ毎日してるやんな。できてない時もあるけど毎日してるよ。めっちゃ待ってんな。ごめんマジで。じゃあちょっともう一回交渉するわ。 LINE 通知、多分寝たんよ。なんかおやすみって送った。明日の約束しててんで、また起きたら教えてって言ったから、分かった、おやすみって送った。多分もう来おへんよ、もう寝るって言ってたし。写真集またって、やばいやばい。しおちゃんかわいい、マジでかわいい、かわいい、めっちゃかわいい。整いすぎやな。ラプンツェ、ピーターパンとラプンツェとはないけど何が好き？ピーターパン、ティンカーベルが大好きで、枕とかはティンカーベルの枕使ってた。小学校の頃とか本当に大好きで、キーホルダーとか持ってるくらい好きだった。かわいくない？大阪の会社、ないな。プライベートではそういうことはない。やっぱ会社の人は会社の人やから、あんまり深く関わりすぎて仲良くなりすぎたくないよね。適度な距離がいいかな。寝坊とかしない。しない。一応やりたいな。やりたいけど、みんな説得してくれへん、事務所の人に。お願いします。あ、ちゃんと保養しない。うそやん。TikTok はいいけど、YouTube はちょっと。でも YouTube やってる子いるくない？最初に。そう、なんか TikTok を頑張ってほしい、 SNS やっぱ頑張ってほしいって言われるんやけど、ちょっと忙しくてほんまにあげられへんね。うん、だって会社の子とか変えたいけど、会社だからついそう、絶対分けた方がいい。仕事やったらやっぱ講師混同するし、だからね、絶対分けた方がいいなって個人的には思ってるけど、でもそうじゃない人もいるやん。講師今度できる、ちゃんとできる人とかさ、やっぱ部下上司の関係になるなって、そこで仲良くなりすぎたらなんか難しいとこがあるよな、いろいろ。のまじねさないよ、全くない。悪意我慢してないよ、仕事とプライベート。そうやね。髪の毛まっすぐ、ティンカーベルかわいい。編集何あげようね。月曜、明日休みです。今日明日休み、今日明日休みやから、まだライブやってるけど、好きなスポーツはない。なんかないね、マジでないかも。スクショタイム。大阪以外の関西で遊びた、京都、奈良、兵庫行きました。明日はね、モーニング行きます。モーニング、エクステは分からへん、結構つけてると思う。そうやね、やめた子と会うかも、やめた人と遊ぶかも、やめてから遊ぶようになるかも。結構会社の人とお酒デビュー楽しみ。でもね、家族飲まんからあんまり飲まないと思います。興味ないし、お酒に。なんかめっちゃ飲みたいとか、めっちゃ飲んでみたいとかはないかな。車の免許持ってない。赤いキツネ食べてください。ウィンク、いつした？セジュって最近、分からへんな。会社の飲み会、あんで
かへんけど、めんどくさいがいかんねん、そういう付き合い。自分の仕事だけ没頭したいタイプやけど、ほんまに冷めてるから人に行きたくないねん。そういうなんかだってその後も結構長引くから、二次会とかあるから行きたくないねん。お笑い見ない、あまり。九州行ったことはないかもしれない。どこだろう、九州。熊本とか。金髪ねしたいけど、黒髪が好きかな個人的に。そう、めっちゃ冷めてんねほんまに。いや行った方がいいの分かってんねんけど、そうなんか行ってどうするんだろうっていうのが頭の中で一番最初に浮かび上がってきて、なんかどうする、のあちゃん行くみたいな言われて、行ってどうするんやろうってなって行かへん。飲み会かわいいかな、そんなことないで、そんなことないと思うで、分からへんけど。愛知に住んでないからですね、大阪住みなんで関西弁ですね。忘年会とか、忘年会行かんかったな。なんか席とかランダムやし、だしその前の会社は美容系やってん、結構女の人がもう気どぎつい人多かったから、だからね行かなかった。お腹痛いですって言って帰った。ほんまに最悪よな。でも辞めるって分かってたから帰った。自分をあ、そうそうそう、他人目線で自分のことを見てしまうから、だから行かない。痩せたかも、どぎつい。今2社目やね。そう、2位やから。転職しましたよ。自分の気持ちを我慢しない、そうやね、まあ、我慢するのも大事やけどね。我慢しないといけない部分もあるけど、我慢しすぎは疲れるから。キウチの気違うで。ウィズリーチって何？いつ転職？最近ですね。最近転職しました。キウチってキムチ？まあキムチ好き。作業苦手じゃないですよ。普通に噛まない。差しすせそうでしょ。転職考えてるんだ。アドバイスか。わかんない。あ、すずちゃん元気？そんな方言うつんで。大阪で友達できるとうつるな。疲れてないよ全然。全然疲れてる風に感じさせてた。起き上がるわ。ちょっと転職サイトビズリーチってやつでしょ。保育士はね嫌やな。弟とかさ面倒見ること多かったんけど嫌やな。小さい子は苦好きやけど、子供は好きやけど、その身内以外の小さい子は苦手やな。苦手やな。方言大阪に染まりすぎ。みんなこんな本やで。大阪来たら多分投票がついてないよ。ほんだ、グラビアの時は表情、そうそう、グラビアの時が無表情すぎるだけで、普段はずっとこんなんや。ずっとこんなんやで、マジで。なんかそういうなんかコンセプトというか、そんな感じ。めっちゃかわいい。すーちゃんかわいいや、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。細いはめっちゃスタイルいいから、なんかいつも TikTok でさ、お前に羨ましいわと思いながら見てんね。明日遊ぶのは大阪の子。他人の子供のまた、そう、また違うのよ。なんかやっぱ自分の血につながってることを、他人の子供はまたちょっと違うと思う。感覚とかも違うし、多分
で、そうやな、気使うっていうか周りを見すぎて気使うとかあるけど、でもいいことじゃん、それって。やっぱり誰かが泣きそうになってるとかもすぐ気づくし、ちょっとの表情で誰かね機嫌悪くなったとかもすぐ気づくし、まあいいことなんかなって思ってます。今日落ち着いて上院の方があって、小さい子の相手、そうやね、明日分からへんわ、どこに行くやろな、分からへんお姉ちゃん、いやお姉ちゃんって言われたことないんやけど、呼び捨て、全員呼び捨て。キャラの戦略そうそうそう、ギャフあっていいやろ。どういう時テンション上がる？友達とか好きな人とかと会った時はテンション高いけど、基本こんなんやで。でも誰と喋る時も高い方やけどな、これでもほんまに低い時はもう笑いませんよ、ニコリともせえへんから、ほんまにおんって感じやから、高い方やで。デコ配信ってこうない？全然ないよ。他人の涙にすぐ気づく、いや他人の涙にすぐ気づいて、人が泣いてるとすぐ泣くねこの感情をもらいすぎてすぐ泣いちゃう。話してみたい、ほんまほんまに冷めてんで。デビューするまでの話、結構高速デビューやったからな、ほんまに最後に彼氏いたのいつやっけな、覚えてないな。ん？最初のちゃんから見てたテンション、その高くなったんだよ結構。最初は猫かぶってたからキャラに合わせようとしてたけどね、だいぶ高くなってる。声出して喜ぶとかあんだよ、めっちゃ笑うで。嫌ではないけど笑うよ結構。髪アップって何？上げる、縛るってこと？